E201 型潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦の艦級。船高型、もしくは潜航台型とも呼ばれる。船高とは、水中高速潜水艦の略。連合国の対潜水艦戦闘能力向上に伴う日本潜水艦の被害拡大に対処するため、水中速力を重視した型である。 1938年に建造され1941年まで試験された水中高速実験潜水艦第71号艦や公表的などの開発経験をもとに1943から44年のマル戦計画により太平洋戦争末期に建造された潜水艦。潜航時の戦体抵抗を抑えた設計、ドイツより技術導入した溶接に適した高張力鋼。 ストリート52による全溶接船体構造、そして建造期間短縮と大量建造に適するブロック建造を取り入れ毎月1隻の完成を目標としていた。23隻が計画され、8隻が寄九1945年3隻が収益したが、実戦に投入されることなく終戦を迎えた。水中高速歩掃時の安定性や故障の多い指揮官。 多量に搭載された蓄電池の整備性、信頼性等が未解決のままであった。終戦後は2隻がアメリカに運ばれ調査の対象となった。また、後に建造される親潮の設計に影響を与えたと言われている。E201 型の構造の概要基本計画番号は S563。水中高速構造性能の追求のため、極力の抵抗低減がなされた。 船体や環境は流線化設計され、外弦で使用する機器や偽装装備などの突起物は、気筒式にする、もしくは簡素化が図られた。上か前の注水口や、アンカーレセスなどにも整流板を設け、船体下部のビルジキールは廃止された。法の搭載はせず、環境前後の 25mm 炭素基銃は、先行中には格納スペースに収容された。出機は、 第51号型区選定に採用されていた、マシキディーゼルを潜水艦用にしたものを2機搭載、電動機は4機の特、E 型電動機を1軸につき2機を直結したに、軸推進を採用した。巡航用小型電動機は搭載しておらず、代わりに大出力電動機と推進機の間に、減速装置を設け、推進機回転数を調整することにより、 水深効率工場や水中高掃除の蓄電池の電力節減を図るよう計画していた。しかしながら減速装置については騒音問題を解決できなかったことから設置は見送られ、推進機と電動機は直結とされた。日本の潜水艦としては最初にブロック建造方式を取り入れた前溶接船体構造を採用した潜水艦である。船体は 公表的や第71号艦の経験を活かし、単核構造となり、予備浮力は最低限の12%とされた。そのため急速先行時間は30秒とされた。1943年10月当初、軍令部の要求により、水中速力25ノットを予定していた。しかしながら減速ギアの騒音問題が解決できず、電動機直結としたこと。 また当時の水中高速構想時の動的安定性の問題には未知な分野が多かったこと、さらに後に環境上に水中充電装置や耐水上用の22号電端などの水中抵抗を増す装備が追加されたこともあり、計画水中速力は20ノットと引き下げられ、最終的には計画水中速力19ノットに変更された。完成後の水中速力試験では、 速力19ノットを記録したが、実際の運用においては、手機の故障、前述の水中高速構想での安定性の問題もあり、血管改善のために改造を行った後の速力は17ノット程度であったされる。しかしながら、それでも戦後建造された海上自衛隊の初期の潜水艦よりも高速である。 ちなみに実験艦を除いた戦後の通常動力型潜水艦においても25ノットの水中速度に到達した例はない。また計画では急速潜航時間は30秒とされていたが、E202 の艦長だった今井健治によれば当初ベント開けから全没まで110秒、不浮力タンクを使用しても90秒かかってしまったと言い,い、上部構造物の注水不良から起こる。 先行病課題という欠陥を抱えていた。欠陥改善の改造後も七十秒を切れなかったため、後にイニ百には耐圧タンクを二個増設することとなり、最終的に四十秒を切ったという。蓄電池には、公表的に使用されていた時、D 型千八十八個を搭載したが、耐久性や寿命の問題、また整備に非常に手間がかかったと言われ、イニ百2では、 電池火災を起こしている。また、手機の出力が電動機や蓄電池の容量に比べて小さく補助発電機も搭載していないため充電能力は不足していたとされる。そのため207からは基本計画番号を S56 バイトと改め蓄電池を1号33型480個に変更し、巡航用電動機を装備することにより、 水中航続性能の向上が図られる予定であったが、E207 は完成せず実施されていない。他にも計画乗員31名であったが実際には50名程度の乗員が必要であった。このため、従来の異号潜水艦では狭くとも、一人につき一つの寝台が確保されていたところを、二三人で一つの寝台を使い回すことになった。本型は、 設計面や性能面、運用面に数々の問題を抱えながらも戦力化が図られたが完全な解決を行えないまま終戦時を迎えた。戦後に本方を接収したアメリカ海軍も設計上の問題点を認識しており、危険気はあまりない潜水艦であるという評価を下したという。ありがとうございます。